どうも皆様おはこんこん、ミツキックバスターです。天神実況プレイやっていきましょう。さあ、誰か進むかな。進みはしないか。まあ仲良しルートもなくはないらしいので、まあ、本当にチラッと見ただけですけど、あ、進んだ。ここで進むんだ。そうかそうか。っていうのもない、なくはないらしいので、頑張りましょう。頑張りましょうって変ですけど。さあ、もう全員レベル3いったかな？よいしょ、行ってきまーす。まあ、ちょっとこっからは本当にカオルと、カオルとリホコのイベントばかりになりそうな気はしますけどね。カオルのことが気になるので少し頭を冷やすとするか。行きましょうよ。はあ、いっそのこと付き合っちゃうか。まったく、カオルのやつはなんだってあんな冗談を。まさか、なあ。ああ、ふとした瞬間に思い出して気になっちゃうじゃないか。純一、それは恋だよ。おお、大将、どうした、ぼーっとして。まさか悩み事か。ああ、ちょっとな。おお、なるほど。その顔、ズバリ恋の悩みと見た。そんな風に見えるか。見えるね、間違いなくそう見える。そっか。ま、あれだけ可愛い子が周りにいるんだ、悩むなって方が無理な話だ。え、最近よくお前が話してる子たちだよ。中でも特に田名町、中学の時よりもぐっと距離が近づいてる気がするぞ。そうか。ああ、俺にはそう見えるけどな。何に鋭いな。あとはお前の気持ち次第なんじゃねえのか。え、僕の気持ち。うん、違うのか。どうなんだろう。近すぎて見えなくなってんじゃないのか。そうかな。なあ、今この瞬間、俺のピュアなハートに生まれた感情、ピュアだと、これをあえて言葉にするならば嫉妬だと。え、なんだよいきなり。くっそー、すごく悔しくなってきたぞ。落ち着け落ち着け。それが勝者の余裕ってやつなのか。勝ってない、全然勝ってないから。俺もすぐに可愛いことチクショー。どうした、羨ましくなんてないんだからな。上原いいキャラしてんな。あいつ結局何をしに来たんだ。でも確かに上原の言う通りなのかもな。近すぎて見えないものか。お、お、これはどうしましょうかね。じゃあもうカオル祭り行きますか。祭りっておかしい。久しぶりに不穏な空気が、早くこの場を離れないと。なんだなんだ、何があったんだ。はあ、やっと授業が終わったよ。さて、それじゃあ次の授業の、んなんだこの不穏な空気は。嫌な予感がするぞ。一刻も早くこの場を離れ。やーい、久しぶりうわー、久しぶりの天神登場しました。なーに、ぼーっとしてんの。何すんだよ。いや、油断してたから。油断してても変なことはするなって。そんなに照れなくても。別に照れてなんか。
ノロいいじゃない、私とあんたの仲だしさ。カオル、よく覚えていた方がいいぞ。親しき仲にも愛は生まれる。ちゃー違うわーい。いや、今のいいな。何よ。今のいいな。お前バカだろ。平均程度よ。嘘だ。私やればできる子だから。やってないだろ。うん、バイトで忙しいもん。じゃあダメじゃないか。なんだよ、私のこと、いじめる。あ、いや、それはだな。きっと、きなこほどいじめたくなる、あれなのね。あれって…あ、こら、話はまだ。意地悪されても、あんたのこと好きよ、バーカ。うわい。もうテンションがおかしいわ、もう。もうテンションがおかしいねんけど。なんだか最後にすごいこと言ってたな。ただ冗談だって分かってても面と向かってああ言われるとは。うん、まあ悪い気はしないよな。もう僕のテンションがおかしいっすね。本当に僕のテンションがおかしいよ、もう。じゃあこっちから行きましょうかね。これはまあ放課後でも後日でもできますし、行きましょう。どこから呼ばれた気がするけど、どこから呼んでいるんだ。あれ、今遠くから誰かが、気のせいかな。いたー。え、うわ、カオル、ふらふら歩き回ってんじゃないわよ。そんなこと言われてもな、僕がどこでどうしてたって別にいいだろ。今日ばかりは良くないの。ほら、何かあったのか。うっさいわね。いいから足動かしなさい。おい、引っ張るなってば。なんだなんだ、一体なんだって言うんだ。カオル、そろそろ話してくれよ。まったく、こんなところまで連れてきて何の用なんだ。あれ、久々の出番よ。出番？そう、水泳部の着替えを覗いた犯人を捕まえるのよ。え、私と僕がか。その通り。水泳部のピンチに颯爽と登場する私とおまけ1号。おまけ1号かい。おまけ1号って僕のことが。完璧なステージよね。どのあたりが完璧か勇気はあるかな。ない。ないんかい。だよな。どうしてこうおかしなことに首を突っ込むんだ。私許せないのよ、こういう卑劣なやり口ってさ。だからカオルがやる必要は。じゃあ誰がやるのよ。警察とか先生か。教科書通りね。義を見てなんとかって知らないの。触らぬ神に祟りなしなら知ってるぞ。あんたね、自分さえ良ければ困ってる人を見捨てても平気なわけ。分かってる、僕も手伝うよ。うん、何が手伝うよ。え、カオルを放っておいて大惨事になったら僕の責任みたいなもんだからね。失礼ね、大惨事になんてならないわよ。なる、しかも僕がいてもなる。私はならないと思うわよ。じゃあかけるか。いいわ、私はなる方にかける。それなら僕は、え、ならない方ね。いや、ちょっと待て、ちょっと待て、それはそれはそれはずるいだろ。嫌だったらならないようにしてみれば。これはやられた。さて、それじゃあ現場検証と作戦会議を始めましょうか。え、もしかして現場ってここなのか。うん、そう。水泳部の人の話によると、そこの小窓から覗かれたってさ。5メートル。それでカオルはどうするつもりなんだ。それはもう考えてあるわ。ずいぶん手回しはいいな。聞いて驚きなさい。作戦名はダサそうな気しかしないんだけど。ザ・おとりよ。
ちょっと待て、嫌な予感しかしなかった。内容を聞くまでもなく最悪な作戦だ。どう？完璧でしょ。却下。どういう意味で？そのままの意味だ。だからどういう意味？僕はその作戦には反対だってこと。もっといい方法ならいくらでもあるだろう。ある中から確実なものを選んだのよ。譲る気は？ないわね。そっか。だったら僕から一つだけ条件があるんだけど。条件？うん。残念だけどそれは飲めないわ。だったら私一人でやるし。え？悪いわね。香る。あんたがつけたい条件は分かってる。絶対に自分で捕まえようとするなとかでしょ。けどさ。けどさ、なんだよ。ううん、なんでもない。それじゃね。いや、はあ、まったくあいつと来たら。でもカオルのことだし、やると言ったら本当にやるだろうな。手伝うべきか放っておくべきか、僕はどうすれば。あー、なるほどね。そっか。なんか逆に今後はこういうイベントがまた続きそうでちょっと安心しましたけど。まあいいや、もうこれはこのまま行きましょう。一人で犯人を捕まえるなんてやっぱりカオルを放っておくわけにはいかないよという、このイベント行きましょう。続きが気になる。カオルは一人でやるなんて言ってたけど、やっぱり放っておけないよな。よし、カオル、ちょっといいか。ああ、何？条件なしでいい、僕にも手伝わせて。え、どういう心境の変化？お前みたいなめちゃくちゃなやつの相棒は僕にしかできないってことだ。ダメかな。よくわかってんじゃない。長い付き合いだからね。そうこなくっちゃ。作戦教えてくれるか。シンプルよ。作戦なんてのは大げさに言った出任せ。出任せかい。やっぱりか。細かいことは気にしないの。ともかくあんたが捕まえればいい話。はいはい、わかりました。期待してるわよ。了解。結局こうなんのかい。もっと厚着すればよかったな。まさかこんな寒空の下で待たされるとは思わなかったからな。それじゃあ早速なんだけど。うん。まず私が水泳部の部室で着替えるふりをして犯人を引きつけるわ。ほう。そこを待ち伏せたあんたが捕まえる。うん。以上？以上。なるほど、嫌になるくらいシンプルだ。でしょでしょ。追い詰める場所さえ間違えなければ挟み撃ちにできる二段構えよ。まあ最初の段階であんたが捕まえてくれればいいんだけど。全処するよ。期待はしないでおくわね。少しはしようよ。まあいいか。それで決行日はいつにする？あんたがいいなら今からでも。今？うん、水泳部の子にはすでにバッチリ話を通してあるわ。そりゃまた随分と。やると決めたら即行動。そうかもしれないけど。よし、それじゃあ行くわよ。僕今でいいって言ってないのに。冷えてきたな。僕としては犯人よりもこの冷え込みをどうにかしてほしいよ。来るなら来るでさっさと。来た？来た？え？まさか本当に？やっぱりそうなのか。よし。嫌な予感がする。見つけたぞ。な、待て。よし、逃げるコースは予想通りだ。香りの夢も捨てたもんじゃないな。このままなら挟み撃ちにできるぞ。香る、行ったぞ。見ればわかるわよ。十分に引きつけて。カオル。おい、かっこいい。サイバー。
い。すげえ。ローマ字。うえい、コントロールが振動した。ナイス。大丈夫か。誰に言ってんのよ。お前だよ。私は見ての通りよ。見て目のやり場に困るよ。そういうこと言わないの。だってもクソもないの。いいからさっさと縛り上げてよ。わかった。そんじゃ私は先生を呼んでくるから。それからはもう上を下への大騒ぎだった。犯人を警察に引き渡した後も僕たちは先生や警察官に何度も同じ説明をした。途中それに耐えかねた薫が騒ぎ出した時はヒヤリとしたけど、なだめるのを手伝ってくれた警察官にも感謝。そして数時間後、僕たちは創立以来の珍事という感想をもらい、下校してもいいことになった。すごい一日だったな。そうね。まったく刺激がありすぎだよ。貴重な体験ってやつ？笑い事じゃないよ。それにしてもお前よく犯人を一発で KO できたよな。ああ、それはね。って、まさか手に何か秘密でも。そうか、その小銭を握ってパンチ力を上げて。どういうこと？今時小銭を握りしめて殴る女子高生がどこにいるんだよ。ここにいるけど。最悪だ。犯人にとってはね。手は痛めなかったか？うん、大丈夫。そっか。どうかしたのか？うん、あのさ、手つないでもいい？いいけど。ちょっと疲れたかな。そうだな。薫、手が震えてるぞ。やっぱり怖かったんだろうな。なあ薫。うん？あんまり僕に心配かけさせんなよ。心配してくれたんだ。まあね。お前はどう思ってるか知らないけど、中学の頃とはもう違うんだ。うん。腰抜けにしたって僕は男で、お前は女の子なんだよ。そうだね。だからもう男相手に立ち回るなんて無茶なことはしないでほしい。うん、ごめん。うん、もういいや。あんたの家、今のところ右でしょ？そうだったかな。優しいね。たまにはいいだろ。いつもだよ。照れてるな。手離すぞ。ああ、ダメだって。世話が焼けるな。なんだ今の。なんだ今の。いやー、ただいま。あ、おかえり。いやー、今のやばいわ。今のやばいね。今日は大変だったんでしょ。まあな。連絡が来た時びっくりした。そりゃそうだろう。でね、お風呂沸かしといたよ。おお、気が利くな。うん、頑張ったニーニにミアからのご褒美なのだ。いや、久々に聞いた。だからゆっくり休んでね。ありがとう。そうするよ。みんな優しい。みんな優しすぎる。ありがとう、本当に。やべえ、今日いい日だ。今日はいい日だ。いや、今日はいいっすねこれ。もう一人盛り上がってるな。もう誰が上がったか分かんない。もう何なんだろう。疎遠はもう疎遠で
ゲージっていうかないみたいなんで、多分これで終わりなんですかね、疎遠メンバーは。メンバーって言ったらあれですけど。ちょっとは女の子と仲良くなった？なったよ。はい、というわけで今回はちょっと長くなりましたがね、ここまでにしたいと思います。今日はいい日だった。はい、ということで以上ミツキックバースでした。面白ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは次回もお楽しみに。バイバイ。